こんにちは、古典インタープリター有沢です。皆様おなじみのこの言葉、愛しいと書くのですが、悲しいと読みます。小説家の川上弘美さんとの競争では、伊勢物語をモチーフに三度目の恋という作品が生まれました。三度目の恋では、ヒロインが夢の中で現代と昔を行き来し、それぞれの時代の女たちの生き方を知ります。恋物語の原型が綴られる伊勢物語には、誰にでも自分に当てはまる段があるのではないかと語る川上さん。連綿と続く時の中で愛とは何かを考えます。ナイジェル芸術競争ラボ展、時の束を開く、ぜひお楽しみに。ではまた。